大阪敬吉雪解け1木戸幸太郎がなぜこのような大それた決心をしたのかその動機もさることながらもともと孝太郎はこの頃少し焦り気味で何とかしなければならないと考え始めていた それが、片倉門平に会ってから、はっきりした目標をつかんだ決心となって現れてきたのだ。北海道へ渡ってから、もう丸三年。その間、高太郎は、青ガラスのハマった光線よけの金縁眼鏡をかけ、リュックサックとゴシングに身を固めて、ひたむきに山から山へ金鉱脈を探し求めて、寂しいながらも力強い一人旅を続けていた。 来る日も来る日も山の石を砕いたり、川底の砂をすくい上げては湾掛けをして岩金の有無を調べ続けていた。が、目指す金はなかなかに出てこなかった。時折出てきてもそれは極めて品位の低いもので、到底家業の見込みは立たなかった。けれども初めのうちは高太郎も決してひるまなかった。 燃え上がるような黄金への必要な情熱は、ともすると絶望的な炭鉱の結果に任されそうな弱い気持ちを無理にも追い立てていった。そうして、鉱脈の発見を予想するときの興奮は光太郎の心を激しく鞭打ち、あらゆる困難と戦うことのできるように光太郎の力を励ましてくれた。一年経ち、二年経った。が、 相変わらず金らしい菌は見つからないそして3年目の冬がむなしく深まるにつれそうした立場から受ける隠すことのできない当然の疲労がおいおいに孝太郎の心を慌ただしい焦燥の淵に陥れるようになってきたそうした気持ちを抱いた孝太郎が 新しい山としてかなり有名な片倉借金地にほど近いこの小さな温泉部落にたどり着いたのはもう3月も末近く。内地ならばそろそろタンポポの花が咲き暖かい風も吹き始めようという頃に、ここ北海道の山奥ではまだ深い冬が牛のように眠り続け、土も岩も干木も、それからあるかなしかの山道も小さな渓流も、 一面の雪にむっちりと覆い尽くされていた温泉部落といってもこの山奥にしては割と設備の整った方明館という旅館が一軒とそれから四五軒の土民の住まいとからなる極めて小さな集落村である曲がりくねってはいるが片倉借金地から二十丁足らずの谷伝いで村の周囲の険しい山々には 白樺の原子林がすくすくと伸び上がったまま深い雪に閉ざされていた。孝太郎はともかくもこの土地を当分の炭鉱根拠地として温泉旅館に滞在することになった。法名館には孝太郎のほかに男女一組の同宿者があった。男はもう六十に近い裕福そうな老紳士で、女はその娘らしく若い、 見るからにヤンキーじみたフラッパーであるが23日するうちに孝太郎はその2人の同宿者が借金地の所有者片倉門平とその娘の喜恵であることを宿の女中から聞かされた何でも一月ほど前東京からやって来て温泉に浸りながら借金地の雪が解けるのを待っているとのことだ孝太郎の心の底にはこの頃から ほつほつと大それた野心が芽生え始めてきた初めのうちは単純にこの付近の山にはきっといい鉱脈があるに違いないと考えた幸太郎は苦しいほどの嫉妬と繊望に駆られながら毎日池の付近の山へ入っては金庫を探し求めたが幸太郎の努力はいたずらに彼の心をかき乱すに過ぎなかった朝晩 宿で片倉親子と顔を合わす旅ごとに心の底に燃え上がる強い嫉妬を孝太郎はどうすることもできなかったけれどもこうした内部的な孝太郎の気持ちは別としてこの寂しい山の宿のたった3人の同宿者は7日8日とするうちにだんだん近づきになっていった喜恵と孝太郎は湯殿で知り合いになった孝太郎と門平は にわのしをたきえは光太郎の激しい山探しの情熱に少なからぬ興味を覚え始めそして光太郎は片倉門平という借金士が並々ならぬ偏屈者の隠語おやじであることに気が付いてきたあれででああのいはなかなかかすよある晩光太郎をお茶に招いた片倉門平が 包みきれぬ誇らしさを満面に浮かべながら自分の富について語り出した「さよう70万坪は大丈夫ありますなそれでその70万坪の地底には大体の見積もりが300万円ないし500万円の素晴らしい眼金率を持った狭窯交渉が横たわっているのです」 ご存知でしょうが、まだあの池に氷の張らない前。つまり去年の10月に発見されたようなわけで、発見者は犬塚八郎という東大での理学士でしてな。なかなか実直ないい男ですわい。で、わしはちょうど一月半ほど前に、 わしのほとんど全財産を犬塚理学士に与えて、あの借金地の工業権と事業に必要な土地とを買い取らしたわけです。これがその発見の際のナゲットを採掘して犬塚から贈られた記念品なんですがな。そう言って門平は、 右手の指にはまった立派な指輪と左手首の輝く金時計とを代わる代わる幸太郎に見せつけたそれでもっともこれは犬塚理学士の進言にもよることだが何分にも広い面積の池で仕事をするのだから日本ではまだあまり試みられていないドレッチャーという細菌法を加用するつもりでしてな。 すでにカナダのセントラルマシーン会社へ特別小型のバケット式ドレッチャーを注文しておきましたよ。もう貨物船の中にいるから4月の末か5月初めにつく。そしてちょうどその頃には池の氷も溶けるから機械のつき次第仕事に取りかかるつもりです。まあそんなわけで。 東京にじっとしている気になれず、2月には取引が済むとすぐこちらへやってきて、いや、所有地の区画はもう済みましたが、機械を池へ運び込む道路や、池のほとりの私たちの臨時住宅などを作る準備に、これでも暴殺されとるわけです。門平はここで一息つくと、茶をすすりながらこう付け加えた。 わしは、この娘のきえを除けば、なんの身寄りとてない一人ぼっちでしてな。それだけに、こう、なんとなく自由に力いっぱい働くことができるわけです。とにかく、この事業は、わしの一生をとした事業。さよう、一大事業なんですよ。 なんならどうですひとつあんたもわしのドレッチャーで働いてみる気はないですかなそう言ってモンペイは金歯をキラキラ光らせながらさげすむように笑ってみせたそして娘のキエはそれからクマの話やピストルの話を持ち出して世の老けるまで孝太郎をてこずらしたそんなことがあってから 孝太郎の嫉妬はみるみる色を変えてきた片倉門平の圧倒的な地位は孝太郎の野生を長い間北海道の山奥をゴロつき回るうちに我知らず培われてきた一っの山師根性を嫌が上にも叩き起こし孝太郎の腹の底には恐ろしい考えが陰険な頭角を現してきた ところがここに孝太郎にとって何より都合のいいことは娘の喜恵がだんだん彼に深い好意を示し始めてきた孝太郎の激しい意志の力に燃え立つような金恵の情熱に初め彼女の抱いていた少なからぬ興味はやがて孝太郎その人に対する同情と好意に変わってきたそして孝太郎は喜恵のそうした行為が ともすると、行為以上のものに移っていくのを意識して、思わず北そえ見ながら、燃え上がる野心を必要な冷たい気持ちで育てていった。まったく、いつになっても見つけられない金などを果てしもなく探し続けるよりは、いつとのこと、この身寄りのない親子の池の莫大な借金を、その幾分の一でも、 そう思ってその意味で木への行為が日ごとに深くなってくるのを自ら進んで導くようにさえなってきただがそうした孝太郎の野心はとうとう恐ろしい形で最初の土を打ち下ろす時がやってきたそれはちょうど4月に入って間もない頃のある朝のことであった 朝食を取り終わった孝太郎の部屋へふいに旅装をした門平が訪ねてきたそうして娘の喜恵が23日前からゴ里ほど奥の北の温泉へ出かけたまままだ帰らないがこれから自分は所用で札幌まで出かけなければならないからと23のことづけを頼んでこう付け加えた木戸さん木戸さんは。 まだわしの借金地へ入られたことがなかったねなんなら一緒に行ってみませんか少し回り道だがついでにわしもちょっと調べてゆきたいことがあるそこで孝太郎はとっさに一日山探しを休むことにして除災なく門平のスーツケースを持ってやりながら二人そろって芳明館を後にした 4月に入ってから降る雪もさすがに少なくなったが、それでもまだ辺りは一面の雪に包まれて、陰気な洞天の下にうずくようなしじまを広げていた。白い、冷たい、トゲトゲした。そしてどことなく新鮮で日本離れのした北海道特有の震玄樹の山が、見慣れたものとはいえ、いつになく光太郎には目新しく思われた。 山も木も谷も、しらじらとラフなタッチで塗り込められた岩、所女地とも言うべき初々しい景色の中を、ラッコのスナーハットをまぶかにかぶり、同じ毛皮の雪街灯を着込んで、黒壇のステッキを振り立てながら、のっしのっしと大股に歩いてゆく片倉門平の幸福らしい横顔。新しい山と幸福な借金し。こうした素晴らしい調和の前に、 貧弱な光太郎は今更ながら蛇のような嫉妬と耐え難い腹立たしさを覚えながら門平の後からぬすっと猫のように歩いていったもしも門平の背中にたった一つでも目があったとしたなら青眼鏡の下で光太郎の目玉がいつになくどんらんな光に輝いていたことを見逃さなかったに違いない やがて激しい山の角を折れ曲がった二人は、めいるように静かな池の岸にたどり着いた。氷の張り詰められた大きな白い湖のようなその池の周囲には、激しい山の起伏を縫って厳しい上策が張り巡らされ、前方に一際高い丸木の表札には、片倉斜金交渉地の七文字が、黒々と威嚇的に浮き上がっていた。 辺りはしんとして虫の気配さえない。もんぺは上作の門の前までやってくると、胸の隠しから立派な鍵を取り出して扉を開き、満足そうに氷の張り詰めた池の上へ歩き出した。孝太郎も引きずられるようにその後に従った。どうもなんですよ。なかなか手間が取れましてな。 歩きながら門平がらい言った。だいたい借金なんてやつはあんたも知ってのとおり腕掛けやエンパイとドリルで眼筋の調査さえしてしまえばあとは木づちや金網の支度をして猫流しを始めるだけなんだがそれが普通の場合なんだがどうもこう交渉の所在が膨大で特殊な場合になってくると。 いやはや、なかなか手数がかかるんでな。そう言って門平は、厚い氷の上を二度三度、ことさらに強く踏みつけた。だが、それほどの経費と時間を費やしても、まだまだ飽きたらぬほどわしをとましてくれる、莫大な借金脈が、 この氷の下約3 4ルの地底に広々と横たわっているんですわい門平は話しながらどんどん氷の上を池の真ん中へ向かって歩いていったうつむいたまま黙ってついていく孝太郎の顔色は妙に青ざめて花頭には大粒の汗がいつの間にか浮かび出ていた 文平の話は孔太郎を煽り立てる。孔太郎の心は激しい嫉妬に燃え立ただれる。そうしてその妖高炉のどん底から鋭い野心が火の玉のように突き上がる。三年越しの自分のロークに比して、奴は何という厚かましい七夕野郎だ。この身寄りのない陰謀親父と、 500万円の借金交渉寂しい山の池の誰も見ていない氷の上の2人たった2人こうした数々の戦場的なタイトルの群れがものすごい勢いで渦巻き始める「山」「氷」「門平」これらのものがごっちゃごちゃになって無数の蛍が飛び回る。 行き詰まるような殺人のモンタージュだ不意に光太郎は辺りをギロッと見回したそして素早く門平の後ろに寄り添うとのしかかるようにその体に飛びついた鈍い毛皮を突き破るようなひどく小さな音がしたがと思うと声も立てずに体を二つに折り曲げて 大きな口を開いたまま振り返った門平は倒れながら恐ろしい力で光太郎の顔を殴りつけた光線よけの金縁ガネが微塵に砕けてすっ飛んだ同時に光太郎も足を滑らして氷の上へ尻餅をついたが白い氷の肌に真っ赤なものを鮮やかに見ながら夢中に起き上がると 倒れた門平の上に馬乗りになって、二三度続けざまに白い刃物を、きらりきらりと振り上げた。二雪が降り始めた。季節には少し遅れた珍しい大雪だ。その雪の中を、 どこからやってきたのかカラスが一話。なんとなく不吉な声で泣きながら大きな円を描いて低空飛行をし始める。幸太郎は門平の手から鍵を取り上げて立ち上がった。肌着の下で全身がぐっしょり汗をかいている。心臓がドクドクなり続ける。何くそ、こんなことで。 もっと冷静にならなければならない。これからが本当の仕事なんだ。この雪はまもなく門平の死体をすっぽりと包んでしまう。そうだ。幸太郎は素晴らしい結果に気がついた。しかも厳重な借金地の氷の中へは、今はもう自分以外には誰だって一歩も立ち入ることはできない。 この場合何をすべきかまず何よりも先に娘のキエや宿の者たちへ門平が札幌へ出かけたに違いないと思わせるための偽りの証拠を作らねばならない時間のかかる仕事だ急がねばならないそう考えが決まると門平のスーツケースを下げ借金地の門に錠を下ろし 案外確かな足取りで雪の山道を麓の N 村へ向けて歩き出した歩きながらも孝太郎の心臓はまるで小さな一匹の野獣のようにワクワクと高鳴り続けた孝太郎は時計を出してみたまだ朝の10時だ気を落ち着けるために何本かの巻きたばこをむやみに吹かしながら 人通りのない山道を駆けるように下っていった。やがてふもとの村に着くと、そこで幸太郎は定期の馬鉄に乗って、12時頃にはさらに2里ほど下の小さな S 駅にやってきた。そして札幌行きの二等切符を買い込むと、その施設鉄道の貧弱な寂しい客車に乗り込んだ。けれどもすぐ次の小さな駅で降りてしまうと、 感動自体に温泉部落の方角へ向けて深い山道に分け入ったもちろんこの仕事は後日のため周到な用意に過ぎなかったので門平のスーツケースと不要になった切符を底知れぬ谷底へ焼き捨てることを忘れなかった S 駅を鈍角頂点とする三角形の長い底辺にあたるその感動は思ったよりも険しかったし ほとんど人通りのないために雪が深くて、だから孝太郎が温泉部落に帰り着いた時にはもう灰色の墓色がそこかしこの谷陰にひたひたと這い寄っていた割とやすやすと始末がついていくのに孝太郎はむしろ妙な快感をさえ覚え始めた「これから一っ風呂浴びてそれから池の上の門平の死体を人知れず埋葬してやろう」 そんな風に考えながら法名館へ帰ってきた孝太郎は、ながそこではからずも、北の温泉から一足先に帰ってきたキエにぶつかると、思わずギクッとなって、自分ながらおかしなほどに慌て始めた。けれども、このハイカラな失踪借金士の一人娘は、愛も変わらず明朗で快活で、孝太郎のしたことなど、すずめの涙ほども知ってはいなかった。 ただ女中から父が札幌へ立ったことを聞かされていた彼女は早速幸太郎の部屋を訪れた相変わらず偏屈屋だわもう一日待てば私が帰ってきたのにそう言ってキエは派手なガウンの袖口から白い二の腕をことさらに見せつけてセミポップの髪の毛を耳の後ろへなで上げなで上げした幸太郎はごくりと唾をのび込みながら ああ、お父さんからあなたへことづけがありましたよ。急に出かけるが、留守中に妊婦が来たなら、すぐにも工事に取りかからせるようにってね。それから、ひょっとすると少し長くかかるかもしれないって言ってましたよ。うーん、ご自由に。父のことだから、そんなことを言っていくようでは、いつ帰ってくるかわかりやしないわ。 札幌に犬塚理学士が来ているのよ多分そこへ出かけて行ったんだわでも私少しも困らない私だって一発借金士ですもの必要な事務をテキパキ片付けるくらいの能力はこう見えたって持っているつもりなのそう言ってキエは悪気なく肩をそらしたところが困ったことにそれからも彼女は夜が更けるまで孝太郎の座敷に座り込んで つまらぬ軽口をたたき続けた孝太郎は池の上の門平の死体が気にかかってならなかったけれども翌朝一層困ったことが持ち上がった片倉門平に雇われた数名の道路交付が温泉部落へやってきたのだそして人相のよくない監督の指図に従って部落から借金地へ通ずる細い一本道の入り口へ 粗末なバラックの甲府部屋を作り始めた門平のおてんば娘は孝太郎のところへやってきて女一人と見られてなめられたくないから二三日そばについていてくれないかと内いでとんだお手伝いを申し込んできたそして革のパンツを履き込んで誰を叩くつもりなのか無知などをぶら下げながら現場へ立ち会いに出ていった これでは借金地へこっそり出かけることなどとてもできない。孝太郎は思わず下打ちをした。そして、とうとう苛立たしい焦燥のうちに二三日が過ぎ去った。その間孝太郎は絶えずキエの隙を伺った。けれども、父親が留守になったり、わけのわからぬ荒くれ男がやってきたりしてからのキエは、何と言っても女だけに、 目に見えて光太郎に親しく寄り添うようになってきた。考えてみれば、門平の死体は雪に包まれているのだし、借金地の鍵は自分が持っているのだから、何も心配するほどのことはないのだが、それでもあまり執拗につきまとうて、果ては眼鏡の縁の変わったのにまで気を配り、ロイドの方が線が太くて好きなどと言われると、 ととうとう幸太郎はやりきれなくなくってある日わずかの隙を盗んでリュックサックから双眼鏡を取り出すといつか山探しでふと気まぐれ半分に登ったことのある放明館のすぐ裏の高い崖の上へ駆け上っていったそこからは山と山の織りなす鋭い感激を通してあの池をひそかにのぞき見ることができるのだ やがて険しい崖の頂に着くと激しい息遣いに肩を波打たせながら双眼鏡を覗き込んだ。とギョッとして孝太郎は思わず息をのみ込んだ遠い池の真っ白であるべき氷の上にはこれまた悪魔のように真っ黒な無数な小動物がしかも門平の死体の置かれた付近を中心にしてこんがらがったりもつれたり。 あるいは集団を離れて追っかけ合ったり陰気な空へバラバラと舞い上がったり幸太郎はわなわなと震えながら身ろぎもせずに覗き続けたけれどもやがてそれがどこからどうして集まってきたのか何百とも知れないおびたらしいカラスの群れが門兵の不肉をついばんでいる姿であることに気のついた幸太郎はほっとして目を伏せた そして踊る心を抑えながら一体このことは自分のために悪いことであるか良いことであるかを静かに考えてみたそして間もなくカラスの群れが死体の処分を肉の分だけ手伝ってくれたつまり自分にとってかえって都合の良いことであるのに気づいた光太郎はやがて安心したように崖を下りていった けれどもさすがにもうこれ以上じっとしていることはできなかった翌朝孝太郎は誰よりも早く足音を忍ばせながら起き抜けると炭鉱用の小型のつるはしを持ってこっそりと片倉借金地へやってきた氷の上の門平の死体には今朝はもう十羽足らずのカラスしか寄ってこなかったけれども孝太郎が近づいていくと 大きな羽ばたきをしながら舞い上がって近くの山の白樺の小に泊まり飽食しきったような声で泣きわめいていた門平の死体はほとんど骨だけになっていたので割にさっぱりしていたがそれでも死体のすぐ近くに寄り添った時合わせ先をボロボロに突き破られた服の下のちょうど胸に当たる辺りから バサバサ音を立てて直旗の上へもがき出た逃げ遅れのカラスの一羽が小さな肉のついた骨片をくわえてきょときょとしながら飛び上がっていったのにはぞっとするような寒さを覚えて思わず孝太郎も身を引いただがぐずぐずしてはいられない気を取り直した孝太郎は腰をかがめてはだけられた門兵の街灯の襟先を合わせ持ち骸骨を包むようにしてつかみ上げた けれども、骨だけになっているので、ごそりと足から抜け落ちたボロボロの靴や、それからラッコのスキーハットやステッキを再び腰をかがめて拾い上げると、それらのものをしっかと思って、池の岸の山の中へ運んでいった。そこで幸太郎は深い穴を掘り、片倉門平の埋葬を済ますと、その上に大きな岩を砕き落として、再び池の上へ引き返してきた。 もうそこには門兵の死体はないただほんの小さな食い散らされた肉片や骨やカラスの糞やそれから氷の中へ染み込んで黄色くさらされかかったかすかな血痕などが薄汚く散らばっているだけだったけれども全てこれらのものはやがて池の氷が溶けると同時に跡形もなく消え去ってしまうものであることに気がつくとにっこり笑いながら 孔太郎は池の岸に戻って、城作の門に固く情を下ろした。久しぶりの上天気で、急に春めいた朝日が東の谷間から登り始めると、辺りは生き生きとした光に輝き出した。孔太郎は太陽に向かって、心から深い呼吸を繰り返した。ああ、これで気が生成した。 もう俺のしたことは影も形もなくなってしまったのだ3 4月も半ば過ぎて北海道の山奥にもやがて輝かしい春がやってきたまず南に面した山の傾斜の雪が溶け始めるとその下から赤えぞや大松の密林が 生き生きとした緑の肌をピロードのように繰り広げる。そしてそのむっちりとした原子林の下では、急に賑にやかな雫の音が聞こえ始める。雪の雫はより集まって小さな臨時の谷川を作り、暖かな太陽の光にキラキラと輝きながら池の中へ流れ込む。池では氷が溶け始める。 はじめ、岸に沿って湧き出した瑠璃色の水は、春めいたさざ波を立てながら、池の中心に向かって、おいおいに厚い氷を蝕んでいく。山に、部落に、斜金地に、待ちに待った春が訪れる。ちょうどそれと同じように、孝太郎の胸の底にも、抑えきれぬ活気が芽生え始めた。もう、どこを見ても、 あの忌まわしい出来事に対する暗い影は見当たらないそしてそれと同時に莫大な借金が自分のものにほとんど自分のものになり始めたという強烈な事業への意識がひしひしと胸に這い寄ってきた一方何も知らない喜へは父のところからまだ一度も頼りのないのを少しずつはいぶかりながらも相変わらずの元気でますます孝太郎に食い入ってきた 毒を食らわばなんとやらで、この際光太郎としても決して悪い気持ちはしなかった。そしてその度に、心の底で密かな外貨が湧き起こった。春節千小樽に着いたすぐ運ぶ。支度は良いか。受信者は片倉門平。発信者はカナダセントラルマシーン会社代理店技師である。 ある朝、そんな電報を受け取ったキエは、あたふたとコ太郎の部屋を訪れた。いよいよ事態切迫よ。でも、父は一体どうしちまったんでしょう。私、もう先、札幌の犬塚さんの宿へ手紙を出していたの。でも、まだ返事が来ないのよ。いくら偏屈屋だって、ねえ。太郎さんあんたどう思う さあねえ。幸太郎は四角めらしく腕を組んで難しそうな顔をしてみせた。それとも札幌くらいの街で迷い子になったんでしょうか嫌だわ、大人の迷い子なんて。でも、父に限ってそんな女のありそうなはずはなし。それに、もう機械を運び込む道路の方の仕事は始まっているじゃない。 明日あたりは家を建てる大工も来るはずなんだし。ねえ。高太郎さん、あんたもありもしない山などを探すのはよして、もっと現実的にならないねえ、私たちと一緒に働かないどういいでしょキエはそう言って高太郎の顔をまじまじと見つめた。もちろんこうしたことは、今の高太郎の待ち構えているところだった。 で、なるべく自然に、できるだけ円滑な返事をと思って。そうですね。お父さんのお帰りが遅いようですから、じゃあ一つ、お留守の間だけでも手伝いましょうか。と、やってのけた。二三日すると、氷の溶けかかった池のほとりで、 心地よいのみの音が急に色づいた山々の間に威勢よくこだまし始めたブラックから借金地までの小さな一本道はエキストラの道路交付によって荒々しく改修されていった孝太郎とキエは各部に部署を分けて人々の仕事を監督した工事はみるみるはかどって数日のうちに池の岸のバラックは骨組みを終わり 雪の溶けかかった山の肌には、粗末ながらも生々しい道路が切り開かれてきた。が、片倉門平は依然として帰らない。手紙一本やってこない。さすがの木へも焦り始めた。どこかで熊にでも食われてしまったんでしょうか。まあさか。高太郎は笑ってみせた。 本当に札幌へ行ったんでしょうかまあ、そう見るのが死闘でしょうな。とここで孝太郎はもっともらしく。でも心配ですから、念のために S 駅まで行って調べてみてもいいですがね。山の中の小さな駅のことですから、あの雪降りの日に札幌行きの二等切符が一枚出たかどうかくらいのことは、 すぐわかるはずですよ。そうね。私、行ってみるわ。そこで、キエは山を降りて行った。夕方になって帰ってきた彼女は割に元気で。やっぱり札幌だわ。今月になって初めての、そしてたった一枚の札幌行きの二頭がちょうどあの日に売られているの。でもね。 私、帰り道でいいことを思い出したの。ドレッチャーがついて仕事が始まったなら、ぜひとも手伝わしてくらいに出かけるからって、あの発見者の犬塚さんが、東京で父と取引を済ました時に私たちへ約束したのよ。だからね、父はひょっとすると、仕事が始まる頃になって、犬塚理学士と一緒にやってくるつもりなのかもしれないわ。でも、そうすると随分お着ね。 これから私、犬塚さんへ手紙を出そう。もう近日中に機会もつくし、当方の支度も万端整ったから、すぐに出てきてくださいってね。それから、キエと幸太郎は今日婚約したってことづけて、父を驚かしてやるわ。そう言って、キエは肩をすぼめて笑いこけた。やがて山の部落にうららかな5月がやってきた。 氷の溶け終わった群青色の池のほとりには、新鮮な木の香りを漂わして、ささやかなバラックの家が出来上がった。山の凶牧は切り倒されて、即成の電柱となり、バラックには電気が引かれてきた。石炭も運ばれ、簡単な家具も整った。キエと光太郎は、方明館を引き上げ、新しい家に移った。 そしてそこで活発な共同生活が始められる。借金地へ広い道路が完成されてから二日目の朝、ふもとの村の方角から激しい力強い爆音が静かな山の空気を震わせながら聞こえ始めた。爆音はおいおいに高く強く鋭く響いて、まもなく大きな荷物を引きずったたくましい一台のトラクターが、 新しい道路の上を駆け上ってきた機械がついたのだトラクターに引かれた銀色の機械細菌用のバケット式小型ドレッチャーが片倉借金地に到着した機械には会社から回された代理店付きの技師が一人小さなトランクを下げてついてきた元気のいい挨拶や送検の受け渡しが終わった 素朴な暖かい池の景色の中へは、鋼鉄製ドレッチャーのメカニカルな死体が急に鋭い調和を描き出し、中の山には新鮮な空気が波紋のように広がり始めた。山の中には新鮮な活気が波紋のように広がり始めた。だが、犬塚理学士も片倉門平もまだやってこない。キエは理学士へ当てて子急電報を打った。 鍵のない借金池の門は手斧ので打ち破られた。ドレッチャーは小さな力学的な計算と準備に丸二日を費やしてようやく池へ浮かび出た。雪も氷もすっかり溶けた借金池の表へ美しい緑色のさざ波を立ててドレッチャーの浸水が終わると、技師は機械の用部とその性能に関して詳細な説明をした。能力のための石炭も そしてその他の細かな付属品も完全に積み込みを終わってもう仕事はすぐにも始められる手配が整ったが依然として門平も理学士もやってこない二日前に理学士へ当てた電報の返事すら届かない木へのこめかみのあたりには神経質な青筋が突っ走ったそしてとうとう拳を振るって苛立たしげに叫んだ もう我慢ができないいつまで待ってもキリがないさあ、すぐに仕事を始めましょうそこで幸太郎は皮肉な微笑みを漏らしながら、事業家善として悠々ドレッチャーに乗り込んだ。義志もキエも、そして数人の職工も続いて乗り込んだ。まもなく黄色い真鍮の美しい煙突からは、真っ黒な煙がムクムクと吐き出され、 やがてその輝く銀色の原則からは、快いエンジンの立動が聞こえ始める。そして船は、静かな池の表へ、夢のように鮮やかな波紋を残しながら、力強く動き出した。船が池の岸から全く遠ざかった頃、原則の重機重器に支えられていくつものバケットを結びつけた大きな鉄のチェーンが、ザブンと音を立てて水の中へ投げ込まれると、 ガガガガッとものすごく回転し始める。細菌が始まるのだ。チェーンに従って次々に水の中へ踊り込んだバケットの列は、やがて白っぽい美しい砂れをすくい上げて、ギクギクッときしみながらドレッチャーの屋根へ登っていく。そこで回転反復するバケットからトロンメルに移された岩金砂れきは、金水管から飛び出す水に現れて、それきと 重い岩金車とに分かれたる金を含まない軽いそれきは千尾から1 0ルも突出した太い長い廃棄碑によって元来た道へ投げ捨てられる。が金車者はいくつかのテーブルの上へ流され金はその三の間の水銀と混交しながら他の重い鉱物とともにそのオーブにたまり一つになって小さな水銀タンクの中へ落ち集まる。 だがどうしたことか。タンクの前で最初の金の一粒を見つけようとして頑張っていた孝太郎の目にもキエの目にもまだ金は見つからない船はだんだん位置を変えて池の中へ進んでいった「こんなはずはない」と言わんばかりに小首を傾けながら孝太郎も喜エも飲み取り目でタンクの前に力んでいた1時間 二時間、三時間。が、まだ金は出てこない。幸太郎の呼吸は弾み出し、目はだんだん血走ってきた。そしてとうとう、行き詰まるような労働が、ほとんど終日虚しく続けられた。君、この機会は狂ってはいないだろうね。突然、 鼻先に汗をにじませながら震える声で光太郎が叫んだ船を操縦していた技師は驚いて機械室に駆け込んできた絶対にさようなことはございませんご承知の通りカナダの本社は国際的にも多大の信用を博していますこのバケット式ドレッチャーの視線装置といい水銀硬化装置といい その他一切の部分の性能の優秀性に関しましては、カナダセントラルマシン会社の名において絶対の保証をいたします。生意気を言うな高太郎は気色番で怒鳴った。そして引き止めるキエを押しのけ、気狂いじみた手つきでタンクの中の沈殿物を引っかき回しながら。君君これを見たまえ こんな汚いガラクタばかりじゃないかそこで義士は顔色を緊張させながら幸太郎に代わって沈殿物の鑑定を始めた。が、しばらくすると顔をしかめて。どうもこれは交渉が疑わしいですな。ご覧ください。これは高鉄商です。これは自鉄商です。すべてこれらの沈殿は、 鋼鉄省、自鉄省、イルメナイト、ルチール、デルコン等々の金に次いで比重の高い後編ばかりで、金そのものは少しもありません。もう一度交渉の鑑定をなさって、眼金の品位をお調べになってはいかがでしょうかな、なんだって幸太郎が食ってかかった。 この池が偽物だって君は犬塚理学士を詐欺師だとでも言うのか部屋さん、この我々の大事業がイカ様に引っかかったとでも言うのかあはは、<laughs> とんでもない妄想だ根もない詐欺だ君の操縦が悪い私が船を動かしてみせるこう叫んで、目をキョロキョロさせながら反狂乱の幸太郎は、 ハッッチのタラップを上って操縦室に飛び込んだやがて孝太郎の操縦で火のついたようなエンジンは前よりも一層激しくうなり始めチェーンのバケットは砕けるような悲鳴を上げ始めた船は中風患者のように震え続けバケットから振り飛ばされる飛沫は黒い煙に吸い込まれて耐え難い機械の雑音と一緒に 5月の青空へぐるぐるるる。と渦巻き上がる金だ金だ金が出るぞ光太郎の極度の興奮は、とうとう突発的な競争状態を示し始めた。急に血の気の引いた顔を妙に歪ませて、荒らぬ叫びを口走る。義志はといえば、 これもまた腰の抜けたような足取りで機械室と操縦室との間を行ったり来たり飛び回っていた。が、キエは、まるで凍えたようにしゃこばって、襲いかかる恐ろしい疑惑と戦いながら、タンクにかじりついて沈殿物を見据えていた。その中では、無数のガラクタ鉱物が、うじゃうじゃと、くみつ、ほぐれつ、絵になったり、地になったり、 犬塚理学士の顔が浮かびてたかと思うと、それが歯をむき出してにたりと笑い始める。彼女は打ちのべされたようによろよろと立ち上がった。と、この時、不意にキラッと光ったものがある。金だ。思わずキエは叫んで、タンクの中から大きなナゲットをつまみ上げた。が、急にキッとなる。 おやこれは、父さんの指輪だそう叫んで、あんぐり口を開いたまま、しばらくは呆然自失の手。すると、またしてもこの時、前よりも一層大きなナゲットがキラッと光った。が、すかさずそれを拾い上げたキエは、ますます呆れた口調で。わあ,あ、これは。 お父さんの腕時計だ。全く震えるキエの手のひらにのせられた2つの品物はあの氷の上でボロボロの門兵の骸骨からすっぽり抜け落ち氷が溶けた時から池の底へ沈んでいたに違いない指輪とそして腕時計であった突然今度は前よりも小さなやつが光ったキエはつまみ上げると 今度こそは本物らしいそのナゲットをしげしげと覗き込んだ。が、やがて不意にそいつを取り落とすと、ぎょっとしてその場に立ちすくんだ。ああ、歯。確かにお父さんの下顎の薄歯に埋まっていた金歯だ。船はいつの間にか池の真ん中にやってきた。操縦室の方からは、 金が出るぞ、金が出るぞと、吠えるような光太郎のわめき声が、しどろもどろな魏子の足音に混じって、激しい機械と水の雑音の中から聞こえてくる。最近だ、活躍だ、大事業だ。けれども、片倉門平の灰から娘は、今にも泣き出しそうな顔つきで、素像のように突っ立っていた。 そして彼女の夢見るようなうつろな瞳は、もう一度タンクの中の金色の光を嫌でも見なければならなかった。キエは思い切ってその小金を拾い上げた。だが、ああ、なんということだ。第四のナゲットは、割れかかった青ガラスのはまった光線よけの金縁メガネではないか。 瞬間、キエは父が亡くなった時から、光太郎のメガネの縁の変わったことを思い出した。そして、恐ろしい意識と思索の群れが嵐のように彼女の頭を叩きつける。まもなく彼女は、この池の氷の上で行われた恐ろしい出来事を、虹のようにはっきりと知り始めた。 4つの金を出したタンクからはそれから何時間か過ぎてももう何も出てこなかったそうしてセントラルマシーン会社のバケット式ドレッチャーは気の狂った孝太郎と立ち迷える技師と目を怒らしたキエを乗せて広い広い湖のような偽借金地の中を転換闇のように震える波紋を広げながら 足で当てどもなくさまよっていた。